尋常に勝負でござる。よし、だから話せば長くなるんだ。やめろ、ちょっと危ないで、食事の上だよ。見損なったぞ。あの群衆が涙した大事件、ワノ国英雄の墓荒らし騒動、犯人はお主であったか。違うっつってんだろ。違わる、その腰の痛みを。